ケプラー36ビットは地球から白鳥座の方向に約1500光年離れた距離にある恒星ケプラー36の周りを公転する太陽系外惑星である。別名二百 -277b。ケプラー36ビットは質量が地球の4.45倍、半径が地球の1.486倍ある。表面の重力は地球のほぼ2倍である。 この数値から、ケプラー36ビットは地球型惑星であると推定されているが、平均密度は7.46グラムマイリセンチメートルとかなり高いため、地球型惑星と鉄惑星のほぼ境界に位置する。また、これらの数値はケプラー10ビットとかなり似ている。ケプラー36ビットの素性はいずれも質量比で。 68%のマグネシウム系サンジオでできた岩石と32%の鉄で構成されていると考えられている。講述する通り極めて高温の惑星にもかかわらず、岩石のうち23%未満は水で構成されている可能性があり、最も可能性が高いものは13%である。また、1%以上の水素やヘリウムでできた大気を、 持つと考えられている。ケプラー36ビットの軌道長半径は、ケプラー36から1725万 km と、太陽と水星の軌道長半径の30%しか、なく、したがって、表面温度は、摂氏705度と極めて高温である。そのため、生命を考慮するのは、絶望的であると言える。ケプラー36ビットは、 この極めて近い軌道を13日と20時間で好転している。立心率は0.04以下と極めて深淵に近い。軌道傾斜角はほぼ90度で、後述するケプラー36シートの軌道の傾きの差は2.5度以下である。ケプラー36ビットはケプラー36の手前を通過するのに6.78時間かかる。 ケプラー36ビットの通過によるケプラー36の高度の減少は0.00838%である。これは講述するケプラー 36C による高度の減少の17%とかなり小さい。ケプラー 36K にはケプラー36ビットと同時に発見されたケプラー 36C という惑星がある。ケプラー 36C は 質量が地球の8.08倍、半径が地球の3.679倍であり、その数値からガス惑星、おそらくは天皇星型惑星である。また、ケプラー36ビットと同様、軌道長半径が1919 19万キロメートルと、やはりケプラー36から極めて近いため、表面温度が摂氏665度のホットネプチューンである。 ケプラー36ビットは約13.9日、ケプラー 36C は約16.2日で好転しているため、6、7の軌道周期を持っている。これは約97日に1回の割合で合わせが起こることを示しており、合わせの時に内惑星であるケプラー36ビットから見れば、外惑星であるケプラー 36C が章を起こしていることになる。 両者の軌道長半径はたった194万キロメートルしか差がないため合わせの時には地球と月の軌道の5倍しか離れていないことになる。ケプラー 36C は月の13.5倍大きいため一番接近した時ケプラー36ビットからケプラー 36C を見れば満月の2.7倍もの大きさで深い青色をした惑星が見えることになる。 両者の位置関係は常に変化するため、ケプラー36ビットは強烈な超積力が加わることになる。ケプラー36ビットは岩石惑星のため、激しい火山活動が起こっている可能性がある。このような惑星は木星の超積力で火山活動の激しい天体である太陽系の衛星のようにちなみ、スーパーイオと呼ばれることもある。 ケプラー36ビットとケプラー 36C の密度差は8.35倍と、これほど蘇生の違う天体が接近した軌道を持つ惑星系はケプラー 36K が最小である。これは太陽系のような岩石惑星とガス惑星の関係とは相当異なる。太陽系のどの岩石惑星とガス惑星のペアと比べても、この20倍も密な軌道である。 このような軌道の接近のメカニズムはまだ不明である。これほど接近していれば、軌道の変化による惑星同士の衝突も考えられるが、数値積分では、サンプルの91%以上が直近700万年間では衝突しないと出ている。また、100の数値をランダムに描写した場合でも、1億4000万年間は、破壊的な出会いを経験しない。 2016年に岩石惑星と思われる7つの太陽系外惑星の内部構造についての研究結果が発表された。対象となったのは、ケプラー10ビット、ケプラー36ビット、ケプラー78ビット、ケプラー93ビット、コーロマイナス 7B、HD219134B、グリーゼ1132ビットの7つである。 これらの太陽系外惑星はすべて地球の2倍から5倍ほどの質量と1.1倍から1.6倍ほどの半径を持つ。ハーバードスミソニアン天体物理学センターの研究チームはこれらの太陽系外惑星にプレムという地球や火星などの岩石惑星に見られる核、マントル、地殻という見重構造のモデルが当てはまるかを調査した。その結果、 7つの太陽系外惑星すべてが中心部に鉄などで構成された核を持っており、その外側にマントルと近くの層が存在する構造になっていることが判明した。軌道差が最小なのはケプラー20ビットとケプラー 20E の79.7万キロメートルが最も小さいが、まだはっきりとした軌道に関する数値が判明していない。また、 ケプラー 36K はどちらも極めて円に近い軌道を持っているが、ケプラー 20K は離心率が判明している。ケプラー20ビットで0 3ミリ以下とかなり歪んでいる可能性がある。ABCDEFGHIJKL 惑星間の距離が最も近い惑星系を発見。アストロアーツ、ハット ABCDEFGHI テーブルオブ。 コンファームドプラネッツ、n e t s NASA Kepler h t A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, A, B, A, C, A, D, I, A, F, A, G, R, I, A, J, A, K, R, A, M, 1, A, O, A, P, Kepler-36, A Pair of Planets.With neighboring orbits and dissimilar densities, Archive h t A, B, C, D, エイリ e ンワールドルームズ ラージニッツネイバーワールズスカイ、ケプラーナサハットエビ c シーディマス、ラディウスリレーション4、ロッキープラネッツベースドオンプレムアーカイブ、ハットエビ地球に似た、系外惑星の内部構造は、やはり地球と似ているアストロアーツ。ありがとうございます。